本日のストップ高銘柄はこちらになりまます。す。一つつずつ解説していきますクラウディアホールディングスはウェディングに関するホールセール事業とコンシューマー事業をしている会社です急騰した理由は急から11月期の経常利益が増加し通期計画を超過したからですアルファクスフードシステムは飲食店経営管理システムの販売サポートシステム機器の企画販売ハードウェアソフトウェアの全国 メンンテナンスサービス自社製品、サービスの開発、検証を兼ねたホテルレストランの運営をしている会社です。急騰した理由は、同社が販売する配膳ロボットが2022年8月の販売開始時点に比べ、同11月は導入に関する問い合わせの月間件数が約100件と約3倍に膨らんだと報じられたからです。日以降は医薬品医薬薬品品部外品 その他各種薬品の製造販売輸出入等をしている会社です急騰した理由は分かりませんでした BTM はデラックス推進事業をしている会社です急騰した理由は分かりませんでしたインフォッチはモバイルバッテリーシェアリングサービスデジタルサイネージ広告データ関連国内海外でのコンサルティングとマーケティングサービスハードウェアソフトウェア開発をしている会社です 急騰した理由は東京大学と災害時の電源確保と情報発信に関する共同研究を実施と発表したからです NJ ホールディングスはゲームの開発運営携帯電話の販売等の事業をしている会社です急騰した理由はスクエアエニックスがドラゴンクエストシリーズの新作スマートフォンタイトルの発表会を18日に開催することを 発表したからです。毎日、ストップ高した株の解説をしています。今後も継続してほしい、また見たいなどあれば、ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。